人に助けてもらうだと？そんな夢みてえな話が。夢じゃない。ここであの巨人により長く暴れてもらう。それが現実的に私たちが生き残るための最善策。議論は後だ。あの巨人が暴れている間に補給しよう。すごいな。あの巨人は大丈夫だ。あの巨人は波の巨人より強い。あいつが派手に暴れているうちはこの建物も潰されないだろう。よし、あと少しで本部にたどり着けるぞ。あの巨人、強い。お前ら、あの巨人についてどう感じているんだ。は？助かってからでいいだろ、そんなこと。そうだな、まずは助かってからだ。あいつが俺たちに興味がなくて助かったぜ。あの巨人、巨人と戦っている。あんな化け物、味方なわけねえか。あー、やめろ。
補給できたな。一斉に脱出するぞ。どうする？俺たちであの巨人を援護するか。正気かよ。巨人を助けるだと？おい、何を助けるって？ミカサ、早く逃げないと。あの巨人。あの巨人の謎を解明できれば、この絶望的な現状を打破するきっかけになるかもしれない。同感だ。そんなこと。例えばあの巨人が味方になる可能性があるとしたらどう？どんな大砲よりも強力な武器になると思わない？味方だと？本気で言ってんのか？さすがに力尽きたみてえだな。あ、これをエレンがやったってことか。無事でよかった。俺たちには守秘義務が課せられた。すぐに人類全体に知れ渡るだろう。それまでに人類があればな。おい、貴
気がついたかエレン。ちゃんと体は動く。意識は正常なの。アルミ、なんなんだみんなの。イエガー訓練兵、下手にごまかすは率直に白を切る気か。バケモン、大勢の者が見たんだ。お前が巨人の。そんな。そうか、仕方ない。誰も自分が悪魔じゃないとは。悪く思うな。なんなんだこりゃ。おいおエレン。わからん。だがこんなもん見せた後で中東兵。俺はここを離れ。どこに。とりあえずどこでもいい。もう一度俺をかばったりしなければ。エレン、私も行く。私が遅れても構う必要はない。待てよミカサ。アルミンが、もしここで。エレン、お前ってやっ、いつそんなことが。いろいろあった。アルミ、考えがあるなら。僕が勝手に思い込んでただけだ。自分は無力で、足手まといだと。必ず説得してみせる。二人は極力抵抗の意思がないことを示してくれ。止めれ。彼は人類の敵ではありません。私たちには知り得た情報の全てを開示する意思があります。敵でないというなら証拠を出せ。証拠は必要ありません。我々が彼をどう認識するかは問題ではないのです。大勢の者が彼と巨人が戦う姿を見たはずです。周囲の巨人が彼に群がっていく姿も。巨人は彼を我々人類と同じ捕食対象として認識しました。この事実だけは動きません。撃退勢を取れ。奴らの巧妙な罠に惑わされるな。エレン、ミカサ。相変わらず図体の割には小鹿のように繊細な男じゃ。ビクシスしれ。
お前にはあの者の見事な敬礼が見えんのか。わしはあの者らの話を聞いた方がいい気がするのう。やったな。注目！これよりトロスト区奪還作戦について説明する。まずエレン・イエーガー訓練兵を紹介しよう。彼は我々が極秘に研究してきた巨人化生態実験の成功者である。巨人と化した彼は前門付近にある例の大岩を持ち上げ、破壊された扉まで運び穴を塞ぐ。その間彼を他の巨人から守ることが諸君らの任務である。嘘だ、人間兵器なんて嘘に決まってる。ここで死ねってのか。俺は降りるぞ。反逆者ども、今この場で叩き切る。わしが命ずる。今この場から去る者の罪を免除する。巨人の恐怖に屈した者はここから去るがいい。そしてその巨人の恐ろしさを自分の親や兄弟、愛する者に味わわせたい者もここから去るがいい。それだけはダメだ。家族だけは。もしウォール・ローゼが破られればもはや人類は生き延びられん。我々はこれより奥の壁で死んではならん。どうかここで死んでくれ。イエガー訓練兵の援護のため大岩付近の巨人を排除せねばならん。町中にいる巨人は倒すか壁際におびき寄せるんじゃ。こんなに巨人が密集してるのに倒せるわけねえだろ。うまく壁際におびき寄せよう。頼んだよ。そうすれば壁上からの援護の攻撃で倒しやすくなる。負けるもんか。巨人が出現して以来、頼んだよ。人類が巨人に勝ったことは一度もない。巨人が進んだ分だけ人類は後退を繰り返し領土を奪われ続けてきた。しかしこの作戦が成功したとき、人類は初めて巨人から領土を奪い返すことに成功する。僕の立てた作戦が採用されたけど、僕
その作戦で正しかったのか。同期で座学がトップのお前が考えたんだ。うまくいくだろう。頼んだよ。できた。分かったぜ。私も行こう。頼んだよ。私も行こう。頼んだよ。私も行くわ。誘導に引っかからない。おびき寄せられないな。直接倒すしかない。頼んだよ。行くよ。あの縁談ヤバいってことだよな。頼んだよ。怖くなんかないぞ。僕だってやってやる。邪魔されて補給物資を運べない。やったぞ。
エレンに死なれても困るし。兄、負けるもんか。ここに負けるもんか。やったぞ。できた。巨人には閃光弾か音響弾のどちらかが効く。どちらが有効か見極めて使うんだ。助かったよ。兄、一人で何しているんだ。罠を運んできたんだよ。この辺の巨人を倒すのに便利でしょう。同じ班のライナーたちがはぐれてね。見かけたら私は無事だと伝えておいて。
減らせたぞ。役に立てた。これなら大岩の方から縁談が。何か緊急事態か。負けるもんか。役に立てた。大岩の周りに貴公子が集まってきています。これではエレンが近寄れません。僕だってやってやる。貴公子が直接叩くしかない。怖くなんかないぞ。来やがった。飛行士だ。守りたい家族がいますから。周りの巨人は排除できた。他の巨人はうまく町の隅に誘い込めている。ここまでは作戦通りだ。あとは任せたぞ。もうすぐ岩までの最短ルートだ。今見える限りでは巨人はいない。ここだ、行くぞ。人間の比率で考えれば
あの岩を持ち上げられるとは思えないけど、きっとエレンには私たちを導く強い力がある。エレン、作戦失敗だ。分かってたよ、秘密兵器なんか存在しないって。失敗したのか。どうして。おい、アルミン、エレン、どうして私がわからないの。いや、作戦は失敗だ。撤退するぞ。待て、もう一押し。敵はまだだ。もう一押し。回収するまでエレンを巨人から守るぞ。頼んだ、一緒に行かせて。彼は貴重な存在だ、置いてはいけない。作戦を変えて彼を守るんだ。ついてきてほしい。俺も行く。狙う、かっさばいてやる。こいつのために今回数百人は死んでる。まだ続けるなんて正気なの。なら教えてくれ。人間性を保ったまま人を死なせず、どうやって巨人に勝つ。そんな方法私が知るわけない。なら俺たちは人間兵器とやらに命を投げ打ってけなげに尽くすしかない。狙う、邪魔しないで。ズブ、散らしてやる。ズブ、次、かっさばいてやる。頼む、次。了解だ。わかった。邪魔しないで。
何とかしのいだな。しかし、そろそろ限界が近いな。罠を起動してくる。ついてきて。高速用の装置だけど、足止めには使えるはずだ。俺はもっと前線に出て巨人を食い止める。いや、あのガキは頼んだぞ。ピクシス司令からの伝令かもしれない。確認してきてくれ。ここは俺に任せろ。アルミ、味方、作戦は？エレンはどうなっているんだ？エレンが暴走して岩を運ぶ前に倒れた。仕方ないのでエレンを守っている。僕に考えがある。一緒にエレンのところへ行こう。ついてきてほしい。まずい。私も行く。こんな時に。アルミ、私のそばを離れないで。恐ろしさ、思い知れ。人工速用の罠を起動する。この罠が命中すれば巨人の動きを止められる。その間にうなじを狙ってくれ。意味がない。やるだけやってみるよ。とにかくエレンのところへ急がないと。蹴散らして。生きられるのは勝者だけ。了解だ。かっさばいてやる。ミカサ、いいところに。仲間とはぐれた。一人じゃ手に負えねえ。手を貸してくれ。もう一押し。了解。従うよ。次、落とした。助かった。作戦は失敗だったんだろう。ならさっさと撤退しようぜ。待って、一緒に仲間を集めてほしい。狙う。エレンを守るために人手がいる。落とした。エレンも狙う。分かったよ。している。行かないと。
感謝する。頼んだ。俺も行く。僕がエレンをここから出す。後頭部からうなじにかけて縦1メートル横10センチ。大丈夫、真ん中さえ良ければ死にはしない。ただほんのちょっと痛いだけだ。アルミエレン、聞こえるか？ここから出てくるんだ。お母さんの仇はどうした？それに僕たちはいつか外の世界を探検するんだろう。エレン、答えてくれ。壁から一歩出ればそこは地獄の世界なのに、どうしてエレンは外の世界に行きたいと思ったの？どうしてだって、そんなの決まってんだろ。俺がこの世に生まれたからだ。我々の命と引き換えにしてでも、エレンを扉まで守れ！無理やり接近してでも、巨人どもを俺たちに引きつけろ！狙う。コニーのやつ、巨人と戦ってるぞ！お前らか！手伝ってくれ！救援要請だ。コニー、無事でよかったぜ。怪我はないなら一緒に戦って。ああけど、なんでこんなところにいるんだ？作戦はどうなった？巨人が侵入しすぎた。エレンを守るため仲間を集めている。なら俺も手伝うぜ。散らして。エレンは岩を持っているから他の巨人に反撃するのは無理だ。エレンは私が守る。マルコ、失敗の縁談が出たのにまだ巨人の誘導任務を続けてんのか？一人では危ない。一緒に行動した方がいい。撤退命令が出たわけじゃないだろ。僕は任務を続けるよ。僕なら大丈夫。ミカサたちも気をつけて。
何？分かったぜ。また巨人が入ってきたぞ。制覇は他の巨人で手一杯だ。僕らでやるしかない。巨人に勝ったよ。
超大型巨人によってトロスト区の壁が破壊される数時間前、精鋭からなる調査兵団は壁外調査に出発しようとしていた。来たぞ、調査兵団の主力部隊だ。エルヴィン団長、巨人の門を蹴散らしてください。見ろ、リヴァイ兵士長だ。一人でイッコリュ団並みの戦力があるってよ。ち、うるせえな。みんなの羨望の眼差しもあなたの潔癖すぎる性格を知れば幻滅するだろうね。調査兵団による壁外調査の主な目的は、5年前に陥落したウォールマリア奪還のための布石を打つことになる。廃墟と化した町や村に兵站拠点を設置し、壁を破壊されたシガンシナ区に大部隊を送るための進軍ルートを確保すること。この重要な任務を託される調査兵団は人類の英知の結晶である。やれやれ、兵站拠点を設置するのはここか。クソみてえに荒れてやる。兵長、後続の本隊は予定通り到着できそうですね。よし、エルヴィンの到着までうざってえ奴らを片付けるぞ。どうした、邪魔だ。さっさと肉を削いでやる。無視はできねえ。さすがです兵長、私もお役に立てるよう頑張ります。行く。巨人を倒し、辺りを制圧しなければ。
俺は次に行く。ここは任せたぞ、エルド。兵長、わざわざすみません。これで補給班を展開できます。救援要請ね、助けに行かないと。そろそろ時間だ。急ぐ。おとなしくしてろ。残さずとはいかねえ。俺の敵じゃない。ひとまず掃除は終わったか。さっさとエルヴィンと合流しねえとな。続け。私も行きます。私も行きます。前の鼻は確かだ。気をつける。総員展開。補給班を援護しながら予定の配置につく。援護班は中心部の巨人を誘い出し、町の外側で各校撃破せよ。リヴァイ、我々は中心部を制圧し、拠点設置箇所を確保する。行くぞ。了解だ。まとめて相手してる。俺たちを追ってこない。飛行士だ。あいつがいちゃ拠点は気づけない。さっさとやるぞ。ではするなよ。予想より巨人が多い。承知した。リヴァイ、補給を怠るなよ。まとめて相手して。救援要請か。行くぞ。再び出現。補給班が狙われています。補給班が壊滅してはまずい。リヴァイ、飛行士の対処を優先しろ。次から次へ。おとなしくしてまだ殺されたらねえか。町の中心部を制圧しないことにはキリがありませんね。俺の敵じゃない。よーし、待てます。手はするなよ。おとなしくしてろ。了解しました。
中心部の巨人が近づいて面白い気がしやがる。リヴァイのおかげで補給班は無事だな。各班、兵站拠点の設置にかかれ。索敵班の連中だ。嫌に慌ててやがる。また新たな巨人が合流しましょう。どうしたバケモン、どうしたバケモン。どんな巨人だろうと倒しやし。邪魔だ。おとなしくしてろ。俺の敵じゃない。やる。兵長、俺のためにありがとうございます。おとなしくしてろ。おとなしくしてろ。俺の敵じゃない。あの縁だ。救援要請か。助かった。巨人どもめ、ぶっ潰してやる。俺の敵じゃ、まとめて相手して。リヴァイ兵長、助かりました。おかげで補給班を展開できます。まだ飛行士が嫌がる。軍隊、周囲をしっかり見張ってろ。了解しました。ここはお任せを。手間しないよ。大変だよ。南から巨人の群れだ。こっちに向かってる。俺たちに引き寄せられてきたようだな。ふざけた真似をする前に仕留めるぞ。まとめて相手して。巨人の様子がおかしいのか。南側の巨人のところに集まってるのか。あいつらも飛行士だ。合流されると面倒だ。止めるぞ。ああ、こんなに貴公衆がいるんだから一体くらい無理してる。やめだ、はい、巨人を捕獲してる余裕はねえ。面倒を起こすんじゃねえぞ。おとなしくして。その調子だ。拠点設置完了まで巨人を近づけるな。こんなに立て続けに戦うなんて限界だ。下がって構わない。いえ、兵長、やります。やらせてください。厄介なのが出てきやがった。
俺たちの勝ちだ。よくやった。さすがは特別作戦班だな。当然の仕事です。やめてよ、団長にバカだと思われるでしょ。残念、もうこの辺りに巨人はいないってさ。それでいい。今回の調査ではさらに先まで進む。そんな、あの子たちの死体を調べる暇もないのかい。いいかい、そもそも巨人の死体が蒸発するメカニズムってのはって。エルビン、あのクソメガネはほっとけ。ああ、志願しなくまでの進軍ルートを一日でも早く確保する必要がある。行こう、我々に課せられた使命を果たすんだ。やれやれ。生き延びてやる。今日も頑張ろう。お母さん、Thank you.
うん。頼むよエルヴィン、巨人の正体を突き止めるのは調査兵団本来の任務でしょ。それには巨人の捕獲が。何度言えばわかる。巨人です、総員。エルヴィン巨人のみんな、分団長リヴァイ、追え。ち、バカが。リヴァイ、お前はハンジを追え。本隊はここで兵站拠点の設置を続ける。あのクソメガネ、世話焼かせやがる。平地では立体機動装置は活かせない。できる限り戦闘を避けろ。分かった。馬があれば追いつかれねえよ。ヤッホー、巨人がいたよ。こんにちは。君は、おおっと、危ない。ハンジ分隊長、危険すぎます。お願いですからやめてください。立体起動できる場所まで移動するぞ。死にたくなきゃついてこい。了解です。分隊長、行きますよ。仕方ないな。他を探そう。いい被験体になってくれる子はいるかな。くそ、続け。あいつ、お供します。またどこかへ行きやがった。分隊長を止められなくて申し訳ありません。続け。私も行きます。あれは救援要請、急行します。拠点設置のための物資を配送で調達中だが、巨人が邪魔だ。手伝い。あの縁談、ペトラからだ。分隊長、あんた本当に死んでも知りませんよ。まとめて相手してやる。邪魔だ。おとなしくしてる。まだ近くにいるはず。あれか。
物資を確保できたようだ。補給班、予定通り展開せよ。物資を回収できん。おとなしくしてろ。やったか。邪魔だ。おとなしくしてろ。援護、感謝します。これで物資を確保できます。すぐ次の巨人が来る。急げ。補給班か。助かる。助かった。ヘマするなよ。私も行きます。ペトラ、その子を捕獲するんだ。倒したらダメだよ。そんな無茶言わないでください。ハンジさん、悪いね。エリバ、ペトラ、村の方へ釣り出す。手を貸せ。倒していいんですよね。援護します。リヴァイ、また邪魔するのかい。協力してくれよ。俺の敵じゃない。次こそいい子を見つけなきゃ。今会いに行くよ。まとめて相手して。待ってください、アンジさん。あ、行っちゃいました。何か巨人捕獲させる。勝手に動き回りやがって。巨人の捕獲記録だと15年以上前に成功したきりなんですよね。ヘマするなよ。了解です。あれは救援要請、急行します。あの縁談はまたクソメガネの仕業か。あそこにいるのはオルオか。おとなしくしてろ。巨人を排除しなければ物資は確保できないか。私も行きます。お手を煩わせて申し訳ありません。これで物資を確保できます。任せたぜ。やばだ。やばだ。おいおう、殺したらダメだよ。捕獲して徹底的に調べ上げるんだ。え、
追加した捕獲しようしようよ大概にしろ。そんな危険を犯せると思ってんのか。俺の敵じゃない。あの人正気じゃねえよ。マジでおかしいって。そうだけど、そろそろ慣れようよ。ハンジさん、昔から変わらないじゃない。あるよ。巨人のクソになりてえなら一人でやれ。片付けるぞ。まとめて相手してやる。おとなしくしてろ。邪魔だ。おとなしくしてろ。ハンジさんの班にはなりたくないかも。まとめて相手してやる。やる。手なんてくなよ。了解です。了解です。早く行ってやらねえと持たねえか。危なかった。ああ、殺しちゃった。黙れクソメガネ。部下を危険にさらすな。兵長、ハンジ分たち。なんだ。34回目の腕章。この兵士の手帳か。見ろ。意味のある言葉を発した。おそらく人類史上彼女を殺した巨人は知性をも。これは